頭の内部もう脳みそがあるところから何かが外に向けてグニューって動く感じがしたらしいんですよはいよろしくお願いしますすです、えー、じゃあ今日僕は ちょっとまあ、家族のお話をちょっとしようかなと思うんですけど、えっとまあ、僕のことね初めて見る方もいると思うんですけど僕のおばあちゃんがですね沖縄でユタという霊媒師のお仕事をしててで僕も小さい頃から幽霊みたいなものがすごく見えるんですよね、まあ、そんな中で育ったっていうのもあって、まあ、その幽霊に対して怖いとかそういう感覚ってあんまりなかったんですよでまあふはねおばあちゃんが霊媒師だったからっていうので まあそれをそれが理由であんまり怖くないとかっていう話をしてるんですけどそれ以外にも理由があってですね僕の兄弟が上に5人いるんですよね。そそののの人れれぞれが何かしらの感覚みたたいなものを持ってたりすするんですよ例えば僕の家の長男でいうと霊が近くにいるとその人がいる気配を感じたりとかそういうことができたりとか。 でまあ、あの長女でいうと、えー、入ってないけどこれ以上先に進むと、まあ、霊に出会ってしまうんじゃないかっていうのが分かったりとか、まあ、そういう、まあ、兄弟みんなそんなのがあったんであんまりこう不思議な環境ではなかったんですよね。まあ、そんな中でもう,うちのの兄が最初にその霊ってこの世にい,るんだなっていうふうに感じた時のお話を聞かせてもらったんですよ。 っていうのがですねえうちの兄僕と20個年が離れてるんですなので兄が二十歳の時に僕生まれてるんですよねだから相当もう大人なお兄ちゃんみたいな感じだったんですけど僕が知ってるお兄ちゃんってすごくちょっと幽霊を使っていじってきたりするようなタイプだったんですなんかこうその時兄ちゃんが仕事してたのがある学校の警備員みたいなことしてたんですけど今日お前も一緒についてこいよとか言われて で、2階部分に来た時に、おい、お前、こっから幽霊見るなよって言われるんですよ。どういうこと,と見る以外で感じてごらんって言われて、バーっと3階に上がった時に、廊下をここまっすぐ歩いてみって言われるんですよ。で、バーって歩いてると、何かが横をすれ違うんです。見てはないんで、何かがいるかは見えないんですよ。ただ、横を何かがすれ違った感覚がある。あれと思って、ばって振り向くと、 うちの兄ちゃんがニコって笑って何回いただろうって言ってくるような兄ちゃんだったんですよまあ、そんな兄ちゃん最初その幽霊だったりとかお,おばあちゃんが霊媒師っていうのをちょっとこうあんまり信じてないしちょっと気持ち悪いなってぐらい思ってたらしいんですよね そんな兄ちゃんが19歳の頃に、まああのまあ、沖縄にある姫百合の塔というあのすごく尊い場所があるんですよ。あのまあ、戦争とかで亡くなられた方の名前が彫られてたりとか、まあ、平和を祈る場所があったりとかすごく聖地みたいなところがあるんですけどそこで映画を撮るっっていう話があったそうなんですその当時うちの兄貴はあの、まあ、普通に仕事もしてたんですけど給料が良かったんで、まあ、そこでねあの 機材を置いたりとかあの物を置いたりするために下がもうボコボコしてるからそこを整地するっていうお仕事があのお話が来たらしいんですよね。であこれ給料いいしちょっと行ってみようかなって言ってまあ3日間だけなんで、えー、その近くにちょっと住み込みみたいな感じで3日間仕事をしてたらしいんですよ。で初日、えー、まあもともと使ってたーの跡地を使うってことになってもう真っ赤に。 暗な、もう本当防空壕の後の中に入ってですね、まライトとかはあるんですけど、それでも暗い。で奥の方に行くと本当に真っ暗で何にも見えなかったそうなんですよ。で温度もまあ、均一なんですけど、ちょっと肌寒いみたいな。そんな中で。 なんとなくの感覚でこう棒を使ってこう平たく平たくガラ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 音を立ててると中で響いてたらそうなんですガラガランガラガランみたいな音がしててでああこれ大変だなこんな広さあるんだったら1日3日で終わっかなって思いながらこうやってるときにふと周りをパッと見たらこれ壁も天井もわかんないし近くにいる人の顔も見えないってこの中にいたらおかしくなっちゃうな 昔の人は不安だっただろうなーってふと思ったそうなんですよその瞬間に中で響いてたあの音がギューッと自分に近づいてくるような感じなんかあの宇宙服の頭をかぶせられたみたいなボワーンっていう感じでなんかこう圧迫感があったそうなんですよね広い棒の中なのになんだこれ気持ち悪いって思っててちょっと首をグーッ ととやってると急に頭痛くなったそうななんですよでうわ頭痛くなってきたなちょっと首に力入れすぎたかな何だろうこれって思いながら、まあ、その日仕事を終わらしてでも帰りにちょっと薬局によって頭痛薬を買ってとりあえずそれを飲んでどうにかしのいで2日目3日目って頑張ったそうなんです。 で、3日間仕事終わって、お給料もらって、まあ、実家の方に戻ってくるんですけど、ああ、疲れたって感じで家に帰ってくると、玄関の方で、うちのおばあちゃんが、待て。お前そこから家に入ってくるなよって言うんですよね。何もう疲れてるからもう。お前今どこ行ってきたか言われるんですよ。あ仕事よ。仕事でどこに行ってきた姫売り。だからか。 お祓い部屋の入入り口から入れ。うちのばあちゃんのお祓い部屋入り口が別であるんですよねそこから入れって言われてうちの兄貴は面倒くせえなと思いながらお祓い部屋の方に回るんですよこっから入りなさい仏壇の前に座りなさいそう言われてうちの兄貴仏壇の前に座って目つぶって手合わせなさい何も考えるなよって言われるんですよおう手を合わせるんですよね 「お前は変なこと考えていらんもんついてきてるよ」って言うんですよ。何の話それ。もうよく分からんけどまあまあまあじゃあなんか撮るんだったら撮ってって言ってで手を合わせてる時にうちのばあちゃんが数珠を取り出す音が聞こえてくるんです。じゃらじゃらって。で自分の頭の周りをなんか動いてるななんかこう回ってるような感じするなって目つぶってるんで見えないんですけど思ってて。 でゆっくり頭のてっぺんに手をポンと置かれた瞬間に頭の内部もう脳みそがあるところから何かが外に向けてグニューって動く感じがしたらしいんですよ。ん？なんだこれ体の中になんかある感じがあるぞって思ってでうちのおばあちゃんが頭に手を置いてその手の向こう側頭の内側から手に引っ張られるなんか磁石に引っ張られてるみたいに何かが動いてついてくるんですよ。 で、ばあちゃんはそのまま頭の後頭部を触ってそのまま背中にスーッと下ろしていくんですけどその何かがずーっとついてくるんですで兄ちゃんも「うわ気持ち悪い気持ち悪い体になんか入ってる感じがする」と思って「いや気持ち悪いこれなんだこれ」って言ってたらばあちゃんがゆっくり下にやって「動くなよはい動くなよー」って言いながら手をゆっくり下の方に下げて腰に行った頃ぐらいに多分指で腰の背骨をグッとこう押されたらしいんですよねわっ なんだ今の感覚と思ったら、動くなよ。はい、はいはいはい。動くなよ。もう大丈夫だから。って言って、そのまま手がゆっくり上に上がってくる。で、兄ちゃんもその体の中で何かが動いて手にくっついてくる感覚があるから、うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いって分かっ思ってて。で、それが首の方まで来た時に、ばあちゃんが、はい、抜くよ。力抜いてよ。って言って、ばあちゃんが首にちょっと触れたなーと思った瞬間に、ズボって首の後ろから何かが抜けていく感覚があったらしいんですよ。その瞬間に、もう、 うちの兄ちゃんは前に倒れて「うわなんだ今の!」って言って「気持ち悪い気持ち悪い」って言ってたらばあちゃんが見えない何かをこう押すような感じにして窓をガッと開けて「この子はまだ先が長いからあんたは自分の道に帰りなさい」って言って外にパッと掘ったらしいんですよ。えでも兄ちゃんお払い自体あんま受けたことがなかったんで「え今のでちゃんと取れたの?」もう不安なんですよね。 本当に取れた全部取れた全部もう何か入ってるんだったら全部取ってよってばあちゃんに言うと「お前自分で分からんか?」って言われた時に兄ちゃんはっと気づくんです3日間あんだけ痛かった頭痛がぴったりなくなってるんですよねあ頭痛くないって言ったら「もう大丈夫これで安心だよご飯食べてお風呂って早く寝なさい」そう言われて 兄ちゃんはその日からばあちゃんが本当に霊が見えていてその霊を払うことができる人なんだっていうのを19歳の時に自覚してたみたいなんですよ。その1年後二十歳になった時に僕が生まれてえ僕がおばあちゃんと一緒に成長していく中で見てきた兄っていうのは霊感を使って僕のことをおちょくってたんでもともと信じてる人だと思ってたんです。 ただ19歳の時にその経験がなかったら今も俺はお前のことを信じれなかったかもしれないっていうそういうことを言われてたお話です。ありがとうございました